はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゾーンです。さあ本日なんですが、この診断で追加された徳佐の新狂人というカードなんですけども、これあのレベル10のねモンスターを墓地送って2枚ドローするみたいな効果持ってるんですけども、レベルの合計が10になるように、墓地送って2枚ドローするって効果持ってるんですけども、この徳佐の新狂人と相性がいいデッキっていくつかあるという話をね、ラーの抑止流デッキをご紹介した時にやったんですけども、今日はですね、久しぶりですね、持ってきました自戒心です。はい、自戒心デッキ、ドローソースがやっぱ重要で、なんでかっていうとコンボパーツをかき集めるデッキになってるんですよね。自戒心で今回ワンキルするデッキ、高校ワンキルするデッキになってるんですけども、やっぱ例えばこのサマータイガーで怪獣の眠りで全部パスするとか、怪獣引きたいとか、あと金敵引きたいとか、このモロハの剣引きたいとかね、コンボパーツが結構ねたくさんあるんですよ自戒心って。だからデッキの中のカードを引きたいんですけども、まあ、それがですね、この徳佐の新狂人というターンエッジがないカードによって簡単にできるようになってまして、でしかもこれ強いのレベル10のモンスターフィールドから墓地送ってもね2枚ドローできるから、これさ妨げられた怪獣の眠りで出てくるこのジズケールがこのレベル10なんですよ。だからレベル10のジズケール墓地送るだけで2枚ドローできるっていうね、これも結構強くて、こういう動きをね基本的にはしていってコンボパーツを集めていきます。ほんでまあワンキル王はいつも通りなんですけども、ミチオンとか、ラフィオン使って、ラフィオンだったらその、モロハの剣を装備して相手のモンスターぶん殴って勝つとかね、ミチオンでライフ半分にして更新化で、3ダイオンとか、ラフィオン出してぶん殴ってみたいなのもできるしね。ワンキルするときは結構そのモロハの剣ないと意外と、無理だったりはするんですけど、更新化2枚引いてる時とかも一応いけるし、最悪そのワンキル取れんかったとしても、なんか相手のモンスターとかその魔法トラップ全部使わして、でこっちランク10するとかできるんで、なんかそのグスタケマックスとかジャガーノートリーベでぶん殴ったり、あとザ・セブンシンズ、かましてなんかアーゼウス、ゴソダイアーゼウス出したりとか、いろんな動きができるんでね、はい、結構なんかこれ使ってみたんですけど、久しぶりになんかね思ってたより全然強かったっすねはい、クソデッキの割にはなんか結構強いので、よかったら高校ワンキル好きな方は試してみてください。デュエルスタンバイ。さあ行きますよ、ご覧さん、あなたを癒してよ、そろそろ注目しなかれば、ごめんさん、シンクロ召喚を大きな召喚を、シンクロ召喚しなさいシンクロ召喚しろ、お前それシンクロ召喚じゃねえだろ、そのデッキ。これちなみに編集でちょっとゾーンっぽいボイスのエコーをかけようと思ってるんですけど、うるさすぎてこれ全部ゾーン声で実況したらどうなるか、ちょっと一回やってみたいんですけど、あまりにも癖強すぎて何言ってるか分かんなくなる可能性あるんだよな。一回なんかふざけた動画でなんか全部ゾーン声で実況してみたっていう動画出したのかなあ、ディアベルスターか、なるほど、キシャトリル入ってるだけのあれか、財宝スネークアイデッキというかな。あ、はいはい、了解しました。とりあえずですね、魔法トラップを止める手段が基本的にはデッキあんまないので、意外となんとかなるんじゃないかという話があります。はい、あとトガ姫とかもさ、なんか召喚特殊召喚してもさ、なんか破壊するみたいなことなんですけど、自戒心って効果破壊されないんですよ、共通効果で。このモンスターたち戦闘効果で破壊されないっていう効果を持ってまして、無限保養一番きついんですけど、無限保養さえなければですね、そんな簡単にはね、しょられないという話がありますのでね、ちょっとちなみに手札一発、本当増殖する字以外何一つ入ってないんで、相手の展開ダラドリしますはい、一応マックリクダはね、いくつか入れてるんですけども、禁じられた人地図とかがね一応入ってるんですけども、あとライトニングストームとか羽ボウキとかね、サンダーボルトとかは相性悪いから全部っぱしちゃうから、モンスター残っててほしいんで殴りたいから、なんでちょっとあんまり入れないようにして、あと全部っぱする系のカードは魔法トラップと、あとこの怪獣の眠りぐらいです。はい、さあいつも通りの展開といったところですね。クシャトリラフェンリルが出てくる。いや、これ強くねえか、この盤面。劇的に強えな。クシャトリラ、ちなみにエクストラデッキほぼ使わないから別にどうでもいいんだよね。ユニコーン、フェンリルがちょっとうっとしいかな。一旦ちょっとうららチェックしたいんだけど、うらら5ぐらい同様のやつもに打たせて、
で妨げられた怪獣の眠りを爆発させるスタイルでいきたい。使わない。あ、金敵来たー。神神、金敵来たの神じゃない。なるほど、どっから行くかな、まあ、とりあえず一旦ちょっと怪獣の眠りしてから考えますか。フィールドの、モンスターを全て破壊し怪獣を撃破すよ。さあどうしますか、さあどうしますか。お、何もしない。なるほど。さあ全てのモンスターを破壊し、自分のフィールド上には特殊の新境人あるので怪獣はレベル10の方を出したいですね。これちなみにジズキエル君レベル10なのめちゃくちゃ強くて、あのフィールドからも特殊の新境人ってあの墓地を食ってドローできるんでね、あの自戒心のフィールド上にモンスターがいないと召喚できるみたいな効果も一応満たしやすくなってますね。あ、邪眼神殿、はいどうぞ。邪眼神殿でマスカレーナが出てくる。マスカレーナはねちなみにあの禁じられた人種族であのうるせえって言って黙らせればいいので、まあまあ関係ないかなといったところ。あー、でスネークアイフランベルジュラゴンの効果が起動されて、墓地からモンスターが特殊召喚される2体で、これ多分かアポロウーサーやらないやらしてくるってことなんだな、わかんねえけど、ユニコーンだかわかんねえけど、まあ、ちょっと アポロウーサーじゃねえや、マスカレーナの効果は金敵かませば大丈夫なんで、あいつ女のくせに金敵効くんだよな。ああでスネークアイオーク、はい、なんかめちゃくちゃなさ、あの展開力だよねこれ。だって俺今全部パシャンだぜこれ、モンスター全部パシャン、なんでこんなモンスター並んでんだよ、意味わかんねえよな。まあこのターンに殺せば関係ない。ちょっとあのクセカードだけ気になるな。エクセル、はい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 、どうぞエクセルどうぞ。まあ、とりあえず一回特殊の新境人打ちます。ジズキエル墓地送りましてカード2枚ドロー。あまりにもデッキの回転率すごいなこれ。あー、なるほど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 、そういう感じか。なるほどね。どうすっかな、ミチオン、ラフィオンで一応いけるか。ラフィオン召喚、次回神ラフィオンを召喚。さあバトルフェーズに入りますよ。いいですか不動優勢バトル。ラフィオンでモンスターに攻撃するぞ。ああうるさい、黙れ黙れ。次回神三段王を墓地の送り、あなたのモンスターの効果を無効にさせてもらいますよ不動優勢。まあ不動優勢はそんな青いカード使ってなかった気がしますけどね。さあこれで、マツカレーナの効果が無効になり、実質ゼロ妨害相手。まあちょっとあの伏せカードなんか知らないけど、バトルフェイズラフィオンでガメラルドタートルに攻撃。ちょ、何その伏せカード。それは別にいいや、どうでも、あのリンクリボーとかどうでもいいです。はい、あの攻撃力元々ゼロなんで攻撃力ゼロなんで元々関係ないです、マジ関係ない。そして手札より速攻魔法更新化を発動。手札から次回神ラフィオンを召喚、そしてラフィオンで攻撃。トガ姫、何、まあ、炎属性破壊ね、はいはい、はい、どうぞ。まあ僕破壊されないんですけどね。めちゃくちゃ必死でなんか対処しようとしてきてるけど何も対処なってないんだな。おい、そして手札より速攻魔法更新化を発動。トリプル次回神、次回神ミチオンで攻撃バーン。これは、あと、発動する順番間違えばいいんで、ミッチオンの効果、あなたのライフポイントは半分になります。そして次回神ラフィオンの効果、2200番。ラフィオンの効果、2200番。対戦、ありがとうございました。強くね、このデッキ。最強かよ。なんか、ふざけて作ったんだけど、意外と強いんだけど。なんか今奇跡的に3連勝してるんですけど、これ結構強いですか、もしかしてこのデッキ。バカみてえなデッキだけど。たまにあるんですよね、なんかクソふざけたさデッキ作ったらさ実はちょっと強いみたいな時たまにあって、なんか基本的にクソデッキってクソデッキだから大して強くないんですよ。これリュウ実況チャンネルあるあるなんですけど、
まあ、クソデッキって基本的にクソデッキだからあんま強くないんだよね別に。だけどなんかたまにねマジでねあのすげえ強えなっていうデッキできるときあるんだよね。うん、とりあえず財宝狩りはどうぞ。なんかあれですかねこれ、財宝環境すぎて、あ、レスキューエースが入ってるからこれレスキューエースですかね、財宝レスキューエース。まあエマージェンシーないですけどね、エマージェンシーなんでないのなんでエマージェンシーないのマジでエマージェンシーないの意味わかんないよなこのデッキ。なんかさ財宝系のさ周り全部来てるしさ、あとね今回も何自爆神とかバンバン来てて、なんかさエマージェンシーだけ一生来ないんだよね。かがり火とかと一緒に実装してあれなんかな、そのディアベルサー周り規制してるとかそういう感じなんかな。ちょっと何考えてるか分かんないんですけどコナミくんね、まあ、診断のリストもくれねえし全然。いやその思うんだけどさ別に実装されるカードを遅れるとか早まるとか別にコナミの判断だから、別に全然それに関しては文句ないんですよ正直。なんでなんだろうなと思うけど別に文句はないそんなには。まあそれはあなたたちの考えることだからみたいな。ただねカードリストだけはねちょっとさすがにくれないかなってずっと思ってて、これやっぱ DC 前とかは特になんだけど、やっぱデュエリストカップとかをガチでやりたい人って結構やっぱその診断のカードのリストがないとやっぱその貴重な土日とかに考察できないんですよね。なんかそのリストがないことによってやっぱりちょっと暇人有利感が出るからね。診断実装された瞬間に考えればいいのはさ時間がある人だけでさ、そのなんか毎日毎日時間がない人はやっぱその自分のまとまった時間で頑張って考えるしかないんだけど、てかなんでさデュエルリンクスっていう神ゲーはさカードリスト全部出るのにマスターデュエルっていうさカードリストないんだろうね。それはよくわからない。うん、なんでその要は同じ会社の、まあ、基本的には同じゲーム遊戯王というカードを扱っている同じゲームなのに、ちょっとタービランス読ませてやばいな、のになんでそこは統一しないんだろうなっていうねこれが未だに謎なんだよね。これマスターデュエル七不思議の中の1個はね、うん、七不思議の中の1個、相手のフィールドの BGM に合わさるっていう意味わからん仕様と、カードリスト全部わからないという仕様、これ一応七不思議の中の2個だね。あとちょっと皆さんも七不思議なんかあったらコメント欄に書いておいていただけるととてもありがたいです。はい、ちょっとなんかあれだな、こっからラドン展開始まるの終わってないかこれ、このデッキこっからラドン展開マジ。ただこれ実際ね、実はあのデッキ魔法トラップカード無効ないから、このラドンしないとラドン系して魔法トラップカード無効構えてくるみたいなデッキなんですけど、レスキューエースってこれ金デッキで基本的に黙るんですよ。だからこれ多分ねまくれる気がします多分この場面であればはい、まあ、何出てくるか知らんけどね、多分バロネスサベージとかなんかアーデックライトニングマスターみたいな感じの場面になること結構あるんだけど、アーデックは一番きついし、ちなみに金敵が打てないんでアーデックがマジでやばい。それだけやばいのはフィールドバロネス。はい、まあ、アーデック出てこなそうじゃねこれ。アーデックが一番やばかったんだけどアーデックがない。なるほど、アーデックライトニングマスターっていう盤面になるはずなんだけどな、なんか普通に組むとレスキューエースってヘッドクォーター、うわ極セ極セこれまくったら気持ちいいよな、これまくったら気持ちいいでしょかなり。まあどっから引くかなんですけど、なあ、まあレスキューね。はい、で自分の墓地からレスキューエースモンスター特殊召喚できる、ハイドラント OK、でハイドラントがいると追加効果が付与できるんで、レスキューエースのマジックトラップカードっていうのはね、大体まあとりあえず一旦スルーでよくて、で一旦ライスト打ちます、でバロネス吐かせるアラート、なるほど、レスキューエース手札に加える、あーなるほど、これインパルスか、インパルス板倉さん出てくるやつだねこれね、インパルス板倉なのか堤下なのかちょっとならないけど、レスキューエース堤下出てきてフィールドのモンスターの効果発動したらなんか出てくるやつね。とりあえずライストだけはちょっと挨拶で打つわ。おはようございまーす、後ろ破壊しまーす。さすがにバロネスだろ、あ、オッケー、さすがにバロネスで、これ黙れって言って、黙れって言って、でこれ1枚でよくね。レスキューエースの弱いところってね、モンスターに対する妨害しかないところなんだよね後ろが。
だからこれライストとかも普通に通ったらもうなんか何も妨害なくなるから基本的にはね。はい、で全部破壊されます。でこれバロネス君の効果無効にします。バロネス無効になりました。ライトニングステも全部通ります。はい、コンテンエクスティングシハカーナオッケー。神ゲー神。参戦の際2枚ドローかな。で裏打たせるみたいな感じかな。2枚ドローしたいです。あ、裏らない。あ、てかインパルスあんのか。インパルスだから裏らねえわ。あれあそこ、うわー、いやー弱い。なるほど、それ弱いな。なるほど、これどうすっかな。ワンキルは取れねえか。ワンキルは取れないな。ワンキル取れないな。じゃあもうモロハの剣とか来てたらワンキル余裕で取れるんですけど、ちょっとモロハの剣来てくれよ頼むから。自爆神ミチオン召喚。これ実際マジでモロハの剣系なとこあるんだよな。モロハの剣とラフィオン系で、バロネスとハイドラント破壊して、ね、これね、これランク10じゃないこれで。ガメシエルで、ジズキエル。いやこれランク10なんじゃねえかな。ちょっとキール取れなそうなんでガンダム出しに行きますか。レベル10のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚ナンバー35ラベロス・タランチュラ。ラベロス・タランチュラの上にオーバーレイ対抗再構築、ナンバー84ペインゲイナーをランクアップエクシーズチェンジ。そしてペインゲイナーの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築、ランクアップエクシーズチェンジ。ナンバーズ77ザ・セブンシンズ、バトルフェイズ、セブンシンズ組んで相手のガメシエル君をぶん殴って、そしてエクシーズ召喚、エクシーズモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。うおー、ガンダム、ご素材ガンダム。ご素材ガンダム強すぎて草、ご素材ガンダム強すぎて草なんだけど、まあ金敵はさすがにセットしとくか。まあ使うかもしんないしな。で相手手札インパルスでしょ。いやまあもうなんとかなんじゃない、さすがに。はい、これでエンドで相手のあとはまあカードを処理し続けるというところですね。アーゼウスで、さあどうしますか。手札は2枚。あー、そうか、財宝狩りあんのか、強いな。まあ1枚ドローが入る、いいだろう、いいでしょう。まあさすがにご素材アーゼウス負けれねえだろ。無形包容やめろ。増援、はいはい、増援どうぞ。あのエアホイスター持ってきても初動になってないですよ。エマージェンシーないからこれ初動になってないの。草、エアホイスター召喚しても何も起きんの笑う。まあ、ちょっと根本的になんかハイドランドとかいたらフィールド魔法とかあるけど、フィールド魔法さっき破壊したよ俺。いやこれさ、マジでエアホイスター召喚しても多分あれ、これ何も起きないと思うんだよね相手。なんでかっていうとエマージェンシーがないから。いやまあインパルスはいいや、インパルスは一滴打つわ普通に。ちょっとアゼスでちょっと温存するわ。金敵発動してモンスター切って相手の方が無効にします。あーアゼウス使ってくれやって思ってるだろうな相手。はい、でインパルス君を効果無効にする。インパルスちょっと鬱陶しいんだよね。機械族のなんかレスキュース持って出すよみたいな効果あるんですよ、2番の効果で。ちょっとめんどくさいんで、まあ、無効にしちゃった方がいいかっていう話ですね。あージェットシンクロンどうぞ。ジェットシンクロンうらら、なるほど、うらら。ってことはエアホイスターだな、手札。手札はエアホイスターやな。はい、で、これインパルス効果使っても意味ない、意味ない、意味ない。それ無効になってる。はい、で墓地行く。はい、で手札エアホイスター、オッケー。エアホイスターかわいそうだな。あ、ミチオン来た。ミチオンで半分にして3。いやちょっと足りないな、ちょっと足りないか。これなんだ。あーガメシエル持ってくる。あ、もうガメシエルかジズキエル持ってくる。いやーでもちょっと足んねえな、若干足んねえな。どっちでもいいか。じゃあ1回殴りますか。まあまだ3素材ありますしね、アーゼウス君。まあ1回バトルしてミチオンで半分にし、あでもミチオンで半分にしたら次殴って勝てるか。
みちょに半分にするのもあるな。殴る、次殴ったら勝てるから行こう。更新化発動、更新化発動、みちょ召喚で、みちょで攻撃、そしてバトルフェーズ終了時、みちょの効果、相手のライフを半分にします。さあ私のターンは終了です。かかってきなさい不動優勢。これで、これで、あ、ちなみに次回神はね、更新から出てもあのエンドフェーズ破壊される効果は自分が破壊されないって効果持ってるんで破壊されません。さあどうしますか。エアホイスターいいでしょう。エアホイスターなんていうモンスター一体何ができると言うんですか不動優勢。一切問題はないです。そんなモンスターで何ができると、エンドフェイズ草。はい、はい、で、これはですね、まあ、ミッチオン超、効果発動しまして、インパルスではない、手札は。インパルスではない。流して、お流しして、で、全部いなくなって、顔面ダイレクトバトル。つえ。ゴスダイアーゼウス最強だった。対戦、ありがとうございました。あー、金敵来てる、ゴードン来てる。これハンド強いですね。非常に。更新化もある。まあまあまあ、割といいんじゃない、ハンド。暗黒界の取引。すごいカード入ってんじゃないか。なんだこれ、暗黒界デッキか。うわ、インフェルノイドや。ノイドや。ノイディングや。名推理。インフェルノイドは1だろ、さすがに。デカトロン、デカトロン出てきたらめんどくせえもんな。はい、さすがにね。なるほど。なんかまあちょっとヤバそうな匂いすんな、ちょっとヤバそうな匂いすんな。でもさ、先行取るインフェルノイドどういうこと。あれ、俺自分でこれここ取ったんだっけ、ちょっとわかんねえ。魔法カードめっちゃ入ってんな。トランザクションロールバック、やばいカード入ってる。あ、張り伏しするってこと。あ、なるほどね。それは確かに頭いいな。ネクロフュージョンやば、ネクロフュージョンやば。インフェルノイド、インフェルノイドはあれですね、なんかあの融合モンスターがいるんですけど、デュアラメンツクシャトリの、はい、なんかがいるんですけど、そいつが結構性能結構バグってて、結構やばい性能してるんですよね。なんかあのエクストラデッキからカード墓地送ったり、なんか相手の手札全ハンデスしたりとか、そういう効果もあるんですけど、まあ融合素材の種類によってね、あのインフェルノイドの、トランザクションロールバック、ライフ半分払います。トラップトラック、へえ、あ、なるほど、これで3枚肥やしながらトラップカードセットね。あー、うまいね。なるほどね、それは頭いいな。で、ハリムシめちゃくちゃ肥やすやん。で、インフェルノイドネヘモスで、執念の次戻る。で、ティアラメンズクシャトリラ効果、ハリムシ効果。やば、動き強、動き強いんだけど、相手の。ああ、すごい、すごい墓地。あと2枚あって、デッキ、やば。執念の剣の効果が発動して、執念の剣でまたデッキトップにも、あ、デッキの一番、あ、上か、上に戻る。はい。はい。はい、と。なるほど。いいでしょう。どういうデッキなんこれ。なんかすごい色の墓地壊しちゃったけど、これ全部墓地壊されたけど、これ大丈夫、俺これ死ぬ、これ死にます俺。ちょっと待って。殺さないで、殺さないで。ターン回してきたらなんとかなるから。闇の誘惑やば、それ捨てるためやん。覇王の魂だと。何これ、今なんかあれなんだよな、ゲーム内さ結構バグってるさ、覇王の魂をトランザクションロールバックでコピーするとなんか効果が無効にならないザーグが爆誕するとかいうクソバグ起きてて、無敵すぎる。バケモンザーグ爆誕すんだよね。ラフィオン、はい、トランザクション、え、何これ、何コピーされるのこれ。覇王竜、覇王竜は早いか。ネクロフュージョン、やばい、ネクロフュージョンは、ちょっと待って、ネクロフュージョンはやばい。なんだこれ、あれかティエラか、インフェルノイドティエラ出てくるやつかな。これガチでやばいぞ。待って、あいつ、あ、やばい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 、これ前半ですや。あ、金敵ある。
そうだよね。え、金的ある。え、あ、あれ、うん、金的って、はい。あれ、インフェルノイドさん、インフェルノイドさん、まあ、これは どれでもいいな、これでいいか。インフェルノイドさん、インフェルノイドさん、これ大丈夫かな。これインフェルノイドヒーラーの方が無効にした場合、これなんかもしかして何も起きなかったりする。あれ。あれ、これ沈黙したな、相手。なんか相手沈黙したぞ。あ、なるほど。とりあえずデッキ掘りに行くか。っていうか、もうラフィオンで怪獣殴ったら勝ちなんだけど。あ、っていうか、相手ライフ2000だから3ダイオンでも勝ちか。何やっても勝ちか、これ。ジズキエルちゃんでいいか。で、カードを2枚ドローします。更新か。来ました。なるほど、ミッチオンを召喚しまして、で、バトルフェーズ入りまして、で、更新化発動しまして、ラフィオン召喚しまして、で、ミッチオンでぶん殴りまして、あれ、あ、インフェルノイドさん、半分マン、ライフ半分マン、ライフ半分マン、で、レッドラフィオンで1000バーン、1700か。インフェルノイドさん、え、インフェルノイドさん